当事者として一緒に人生を取り戻したい人に来てほしいです。また今まで自分に価値がないんじゃないかとか踏みにじられて自分なんかって思ってる方に諦めないでほしい。昨日都内で開かれた全国団体の発足会見には2000年前後に就職活動をした就職氷河期世代の当事者らが参加し、この世代を取り巻く雇用環境の厳しさを訴えました。就職氷河期世代が中心となって全国団体が作られるのは初めてのことで、団体では今後世代間格差の是正やフルタイムで働けない人でも正社員になれる制度など待遇の改善を求めていく方針です。就職氷河期世代をめぐっては政府も支援が必要として今後3年間で600億円を超える予算を投じ、この世代の正規雇用を30万人増やすという目標を示しています。